イオンモール市場縄手は大阪府市場縄手市及び寝屋川市にまたがって所在し、イオンモール株式会社が運営、管理するショッピングセンターである。2015年、市場縄手市と寝屋川市にまたがる東部大阪都市計画さ新家地区にイオンスタイル市場縄手を各店舗とする大型ショッピングセンターとして開業した。また、東モールから約 3km 北にあった。 イオンモール寝屋川の閉店以降は、後継店舗としての役割も担っている。2018年現在では、市長村境をまたぐ、ン運営の店舗は、この店舗とイオンモールなら富川岡イオンモール高野原、イオンモール京都桂川の少なくとも4例がある。テナントは、全198店舗。そのうち40店舗が、大阪府発出店。H&M、ザラ、オールドネービー。 アメリカンイーグルアウトフィッターズ、ユニクロなどの大型ファストファッションブランドが出展する。4階のシネマコンプレックス、ンシネマ市場なわては11スクリーン、1663席。モーションシートや演出装置が搭載された、ンシネマ初、大阪初の体感系ライド型シアター、4デラックスが3スクリーンで導入される。ありがとうございます。